車から降りるとそこはオレンジ色の海、そんな夢を見ながら深刻そうな顔をする。その気になりさえすれば夏の終わりの海が見られるのに、その気になったら夏の終わりの海にいられるのに、その気になったら夏の終わりの海。汗ばんでできたらよしずばりの中でみぞれを食べて、夕日の頃には空の色を確かめながら、時間を数えてみせる、コーラを飲むタバコを吸う、ポケットを探る彼はある。その気になったら夏の終わりの海が見られるのに、その気になったら夏の終わりの海。その日の電車は その日の朝は いつもと同じ。 おもちゃ売り場のちっちゃな犬は誰もいないのに動いている。僕はといえばいつもと同じで退屈してるのさ。その日の紅茶は その日の街は いつもと同じ。 冷めたミルクはまずいよと顔をしかめて言うお前は
冷めたミルクよりまだ惨めさ。僕はといえばいつもと同じで退屈してるのさ。僕はといえばいつもと同じで退屈してるのさ。
朝の光が眩しいのなら、お前の行きたいところへ行けばいいのさ。でもどこへ行っても死体の匂いはしないものさ。だから僕はフォルクスワーゲンに乗って三番街のおもちゃ屋へ乾いた海のように お前の心は豊かだけど鳥のように飛べるなら飛んでみるがいいさ。そして僕はフォルクスワーゲンに乗って三番街のおもちゃ屋へ。
俺が旅から帰った時は何もかもが懐かしかったけれど、何にも変わっちゃいなかった。俺が旅から帰った時は悲しいことはないと思ったけど、何にも変わっちゃいなかった。草は緑の炎のようで、俺には歌えない歌はなかった。暗闇さえ俺に優しく、俺を怯えさせるものは何もなかった。旅から帰った時は俺が俺だと気がついただけ。何にも変わっちゃいなかった。誰も風を見た人はいないのに、風は街を走る。風を見たのはこの葉だけ。今日はまるで夏の日。今日はまるで日曜日。Good day sunshine, good day sunshine と歌うには街は白すぎるけど、色紙を数えながら
てみよう。見たのは小瓶の中の海、おととい見たのも小瓶の中の海、海を通して鏡の中の僕も、赤ガラスさんがいなくても、もういいよ。エルちゃんにはまだ会ってないけど、今日は夏の日、この煙とわずかな息を撒き散らす。今日の次は明日だと誰が決めた。中で崩れてゆく角砂糖から、言いようのない気だるさを乗
盗み出しスプーンで思い切りかき混ぜる。今日の次は明日だと誰が決めた。
別に言葉はないんだけれど、何か伝えたい今のうちに。夕立でも降ってきそうな今日この頃。一人で走った暑い日の記憶がそっと横切るとき、どこかへ行った自分に手を振るのです。ティータイムは済みました。改札口が見えてきたから Bye-bye と言い合って、今来た道を引き返す。ヒュー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 窓の外、ヒュー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 吹く夜は、チロ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 ランプの火、チロ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 燃えればいい。シン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 屋根の上、しん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 降る夜は、パチ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 いろりの日、
パチ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 燃えればいい。曇ったガラスを手で拭いて、冷たいガラスにほっぺたつけて、雪の降るのを見つめてる。ほか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 掘りごたつ、ほか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 なればいい。街からやってきた時から旅が始まっていたんだね。だから別に心配はしない、時々は大阪へも帰ってくるんだから。僕は何にも渡せなかったけど、君はちゃんとそれでそれでいいんだよ、ただそれだけでね。今日もどこまで歌ってる、君の声が響きそう。酒の好きな君だけど、そっちの方はほどほどに。
最後にあのなんかこんないろんなことが入りましたけども、この録音はいろんな人にいろんな人に手伝っていただいて、で僕のなんかいろいろ作ったもんですけども、中にはまあこういうような、ゆったりした遊び的なものが入りましたけども、この録音はすごくのんびりしたモードで作りまして、普通のレコードみたいに、完全なものではないですけども、とにかくこういうものです。で本当に協力してくださった皆様、ありがとうございました。もうありません。ほな。